愛知芸術文化センターアートライブラリーは愛知県名古屋市東区東桜の愛知芸術文化センターにある専門図書館愛知県文化情報センターの一施設である愛知図書館協会に加盟している2008年度からは運営が業務委託されているアートライブラリーが入っている愛知芸術文化センター1982年頃には 芸術に関する専門図書館を設置する計画が生まれ、1988年頃からは本格的に資料の収集が開始された。1991年4月の愛知県図書館会館から遅れること約1年半。1992年10月30日には愛知芸術文化センターが開館した。愛知芸術文化センターは地上12階、 地下5階建ての鉄骨鉄筋コンクリート作りの施設であり、延べ床面積は10万9千平方メートルである。愛知芸術文化センターは、愛知県芸術劇場、愛知県美術館、愛知県文化情報センターで構成され、アートライブラリーは、愛知県文化情報センターの一施設である。1992年から長らく、愛知県の直営だったが、2008年4月からは、 カウンター対応や整理作業を含む業務委託形態に変更され2008年から図書館流通センターが受託者となっている。開館当初と比べると利用者の年齢層が上昇しているため若年層の利用者を増やすために高校の音楽家の生徒を対象に館内ツアーを行っている。アートライブラリーは愛知芸術文化センターの1階に設置されている。 同一施設地下2階のアートプラザ情報コーナーでは国内外の芸術情報が得られアートプラザビデオライブラリーでは個人ブースやビデオルームで美術やオペラなどの視聴覚資料が鑑賞できる。会館当初から愛知県図書館とコンピュータで結ばれており愛知県図書館の文献を検索することができる。土日祝日の午後は CD やレコードを鑑賞するためのオーディオコーナーが満席になることが多い。館内のカウンターや電話では芸術に関するレファレンスサービスを行っており、公共図書館とは経路の違う質問が多いという。館内にはセルフコピー機が設置されている。アートライブラリーでは図書や楽譜の貸し出しを行っているほか、愛知芸術文化センターで開催される。 様々な事業のための調査研究に使用されている。貸し出しカードの作成には、居住地による制限がなく、愛知県在住者以外でも作成が可能である。一部の図書、展覧会図録、タリカコレクション、雑誌、CD などは貸し出しを行っていない。楽譜コーナー CD コーナー美術、音楽、演劇など、芸術に関する資料を国内外問わず収集している。図書、 展覧会図録、楽譜、雑誌などの文献資料に加えて、クラシック音楽を中心とする CD レコードなどの視聴覚資料も収集しており、CD の所蔵数は2万点近い。展覧会図録や楽譜は全国有数のコレクションであるとされる。ウェブサイト上で蔵書検索が可能である。所蔵している数千枚のレコードは、明治学院大学図書館。 付属日本近代音楽館や音楽評論家のわらしなまさみの寄贈による。カウンター前の展示下では、愛知県美術館で開催中の展覧会や、愛知県芸術劇場で開催中の公演に関する資料の柱展示などを行っている。公式ブログ、芸術文化センターの舞台裏日記では展示の様子を報告している。楽譜の分類は、アカデミアミュージック、 音楽の基礎資料に習っている。愛知芸術文化センター内でコンサートや演劇を鑑賞する前に利用する人々で混み合うことも多い。収集した資料は全て永年保存される。2005年度末と2015年度末の所蔵資料数は以下の通りである。フランス・パリの美術賞であるサミュエル・タリカとその息子、 アラン・タリカが収集したタリカコレクションは西洋美術に関する22,398点の非日本語文献である。3,613冊の作家別文献は中世末期から現代までの画家、彫刻家に関する文献であり、質、量ともに日本最高峰の水準であるとされている。18世紀末から19世紀初頭に出版された。 図書などの貴重な文献も所蔵している。タリカコレクションの中には、18世紀末や19世紀初頭に出版された図書など、現在は入手不可能な文献も少なくない。美術品収集家の木村定蔵の蔵書1400冊帳を木村定蔵史急蔵資料として所蔵しており、図書、雑誌合わせて1400冊を超える。愛知県美術館が所蔵している。 木村帝造コレクションと深い関連がある。入り口から見た館内。ありがとうございます。